から私のうちはてんやわんやの騒ぎ。盆と正月一緒に来たようなてんてこまいの忙しさ。何がなんだかさっぱりわからず、どれがどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやら、どこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてほんまに良いわんわん、わてほんまに良いわんわん。たまの日曜サンデーというのに、何が因果というものか、こんなにたくさん買い物頼まれ、その迷惑考えず、あるものないもの手当たり次第に人の気持ちも知らないで、わてほんまに良いわんわん、わてほんまに良いわんわん。何はともあれ買い物はじめに魚屋さんへと飛び込んだ。さあいにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取り立て飛び切り上等買いなはれ。おっさん買うのと違います、刺身にしたなら美味しかろうと思うだけ、わてほんまに良いわんわん、わてほんまに良いわんわん。鳥がい、赤がい、タコにイカ、エビにアナゴにキツにシャコ、わさびを聞かせてお寿司にしたなら、なんぼか美味しかろ、なんぼか美味しかろ。お客さん、あんたは一体何かいまんねん。そうそう私の買い物は魚は魚でも、おっさん鮭の缶詰おまへんか、わてほんまに良いわんわ、アホかいな。ちょうど隣は八百屋さん、人参大根にごぼうにレンコンポパイの好きなほうれん草、トマトにキャベツに白菜にキュウリに白ウリボケナスカボチャに東京ネギネギブギウギ、ボタンとリボンとポンカンとマッチにサイダーにタバコにジンタン、ややこし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 、ああややこし。ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんいますかこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、わじゃ聞こえまへん、わてほんまに良いわんわん、わてほんまに良いわん。